Rabbit's back, kissing back. Silver buttons and a tail back. Hi-ho, tippy toes. She broke the needle and she can't stop walking the dog. Can't stop walking the dog. You don't know how to do it. Show you how to walk and talk. $0.50 Zero and one Chance to pass Chance to hide Touch the sky Didn't to give up the Acura to fight Walking the dog Just a walking the dog You told me how to do it Show you how to walk and talk お疲れ様です。どうバカうめえ。マジうめえじゃんさっきうまくねえとか言ってたじゃん。これさ、渋ない。このまずかビニールがかわいいっすね。かわいいっすね。かわいいっすね。これなーわーい、わーいたーわーいたーわーいたーっていうのわーいたーわーいたー叫んだよ。ここのショートケーキとかさ、ミニショートケーキ900だから今日は全部300円ぐらいの安いのしか買ってない。ケーキ好き？あ、めっちゃ好き。あ、お母さんが喫茶店なんだっけ？いいよ。あれ？なんか喫茶店の話しなかった？喫茶店はいつかやりたいみたいな。地元にいる頃はバイトしてた、個人の喫茶店でみたいな。あ、そういうことなの？多分それだと思う。あ、それだよ、それママって店のママ。ああ、そういうこと。そういうことか。そういうことよ。いや、モヒートのケーキってどういうことだ。いや、でもさ、モヒートに合う酒って合うご飯って何って思ってさ、なんかジュースじゃん。まあね、ハイボールとかビールとかと違うやん。まあね、いや、これマジでうまいよ。マジでうまい、マジでうまいよ。なんか飲みやすいわ、自分で作るやつより。ライブハウスあるあるでさ、誕生日祝うのあるじゃん。あるね。ようあるやん。あるね。そういう時にはね、ここちょっと高いけどね。でも見栄えもいいしね。いいかもね。どんぐらいのペースで出勤してるの？ほぼ土日。あ、そうなんだ。で、なんか水木がね、水木金セッションなのよ。誰でも。で、木曜日だけなんかオープンマイクみたいな、だから誰でも歌える。水曜がブルースセッションとかストーンズセッション、金曜はジャズなのとか。ジャズ私わかんないからそんな行ってないけど、基本水曜は時々行ってるかなって感じ。で、土日はカウンター入ってる。へえ、楽しいんだよね、ライブハウス。楽しいよね。働くの楽しいよね、マジで。いや、合ってると思って自分に。合ってる、絶対合ってる。楽しいもん。もう楽しいことしかない、本当にすごいね。おじさんが好きだもんね、さくらくんは。どうも。さあ、いや、おじさんは好きですよ、好きですけど、好きだけど、なんていうの、それはなんていうのかな、ギターが上手いとか、音楽的な、それ好きっていう。ああ。ラブ的なあれではなく、音楽として好きみたいな。なんか、そういう、なんていうの、そういうロックンローラーの生き様を楽しめるじゃん。二十歳でしょ。20歳。いつから酒飲んでんの？二十歳になってからでしょ。20歳になってからですよ。ほんまか。私誕生日がさ、2000年の1月1日なのよ。うわー、すごいね。やばいっしょ。なんかどうでもいいけどすごいね。やばいっしょ。どうでもいいとか言いやがったこいつ。ジャニーズのカウントダウンライブあるじゃん、年末に。あれってさ、こう2019年から20年に変わる瞬間におめでとうみたいなのあるじゃん。それは私が19歳から20歳になった瞬間に、ジャニーズのみんながもうおめでとうみたいな感じでやってるから、実質あれは私のためのこうパーティーみたいな感じなのよ。自分で言っててちょっと苦しそうやん。いや、マジで。本当に、いや、本当なんですよ。無理あるやん。本当なんです、本当なんです。いや、これが唯一いいこと、元旦誕生日。え、ジャニーズとかも好きなの？あのね、お母さんが好きだったの昔。嵐だけなんだけどね。小学生の頃は嵐聴いてて、私も、でも
キースとか、うん、ストーンズみたいに行くのはどのぐらいの年から行ってんの？お父さんがさ、すごい好きなのよ、うん、ストーンズとかスライダーズが、ね、うん、ちっちゃい頃ってさ、テレビ番組でお母さんと一緒とか流れてるじゃん、うん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 、その代わりにスライダーズとか流れてるだから常にね、すごいね。そう、逆に自分から聞かなかったのも家で流れすぎてて、うん、もう普通すぎて、うんうん、なんか中1か2ぐらいで、うん、クリスマスプレゼントで、うん、お父さんがさ、キースのソロアルバムが3枚あるんだけど、うん、そのうちの1枚と2枚をくれたの、うん、これクリスマスプレゼントやみたいな感じからハマったの、もう完全に。なんかそのちょっと前に多分ストーンズのベスト版もらってて、それ聞いてなんかかっこいいなって、聞き覚えあるけどやっぱかっけえなみたいな、うん、思ってたらお父さんがじゃあ次はこれやみたいな、まああれからよね。私ストーン一番最初はストーンズだけど、ストーンズちょっと聴いてすぐキースのソロ行っちゃって、うんうん、でその後に、まあ、スライダーズに行ったから、もちろん同級生と話せないよね話せるわけないんだ聞いてほしいから聞かせるけど、うん、まあ、分かってくれる人はいないわけよ、うん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 、みんなその時流行ってる音楽聴くからさ、うん、中学とかってなんかちょっとさ生きるじゃん、うんうんうん、なんか私はストーンズ聴いてるみたいな、うんうん、私はちゃんと分かってるみたいな感じのちょっとそういう、そういうのがあったのよ、うんうんうん、校内放送に流してもらってみたいないいですね、いいですね、今考えるとはずいけどお前ら知らないっしょ、知らないっしょ私これ聴いてんだわみたいな痛い痛い痛い。でもそういうの私の世代だと山嵐とか煙とかなんですまあまあよくあるあるでハイスタとか、これがどうだったリアクションは、何年何組の多分名前呼ばれたのかな、なんか○○さんからのリクエストで、うん、ザ・ローリング・ストーンズのなんたらなんたらですみたいな、うんうん、言うわけだ、人たちが来たみたいな感じで、ちょみんな聞いてみたいな、うん、もう音量マックスにして、うん、ちょみんな聞いてちゃんとみたいな、うんうん、言うんだけど、うん、いやもうなんかみんないや今考えたらちょっとメンタルやられるなっていう反応だった。あ、そうだよね。その前後に流れてたのは例えばどういう系なの？あ、西野カナ、グリーン、K-POP 系とか少女時代とかさ、カラーとかそういう系よ。さくらちゃんのすごいなって思うのはさ、共感してもらえない、言っても盛り上がらない趣味を持ってるときさ、こう閉じてっちゃうじゃん。さくらちゃんはさ、パーンとしててさ、あーそう、わかんねえかって言ってこいつらとは別の話みたいな。いやでもね、そうしないとやっていけなかったの。まあまあそうだよね、それで両立できるとこはすげえ偉いよ。だから私、音楽の友達ってさ、こっち来るまではお父さんだけだったの。いや当時はね、寂しかったね。寂しかったんだ。寂しかったね。そりゃそうだよね、共感できないもんだって。そうだよね、同世代とクラスごとの合唱みたいな感じで、ハエの曲歌おうぜみたいななって、みんな分かってるわけじゃん、うんうん、グリーンのなんたらって言ったらすぐ歌えるわけ、うん、もう分かんないからさ、何これみたいな、何この世界みたいな部活は何してたの？部活はね、ずっとバスケやってて、高校だけテニスかな、小中バスケ、そうそうそう、スポーツ少女なんだね。そうだそうだそうだ。ゆうぞうさんブッキングした時に、ちょっとさくらっておもろい女がいるんですけど連れてっていいですかって言われて、いや19歳とか言うから、え、ゆうぞうさん何始めたんと思って、で呼んでみたらなんかハート、でっかいハート抱えちゃってなって、あーなんかおついの来たなと思ってあるあるじゃん、なんかおじさんが若い子連れてきて、うんうんうん、ちょっと叩いてもらってんだよって叩かせてるパターン あるよねあるよね、あるっすよ、それマジであるよね、あるっすよ。でさくらちゃんはもう超ノリノリで、なんかもう嬉しそうに、ゆうぞうさんよりも楽しもう、それ見てゆうぞうさんも楽しくなっちゃっててなんでこの子こういう音楽をしてるんだろうって、でもすごい好きなのが分かって、なんかツイッターとか見てて、村八部だっけ、なんか一瞬であの動画良かったんですよ。もうやねー、ニッコニコの真っ赤っかのパンパン丸がTwitter で絡んでたんだよね。そう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 、ね、で、なんか Twitter ってなんか結構特別でさ、あそこで仲良くなると、うんうん、なんか結構リアルでもさ、うん、なんかリアルの垣根がないじゃん、あそこノリが合うっつうかさ、そう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 、おもろいが一緒みたいなとこあるじゃんね、二十歳と37 37なの？37
なんだよマジで、うん、一番上は80いってる、うずの常連なんだけど、うん、おじいちゃん、ほんとおじいちゃん、うん、でもなんかめっちゃ酒飲むのよ、まず、うん、で、なんか話してても、うん、ろれつ回ってなんかよくわかんないんだけど、うん、でもなんか面白いからずっと喋っちゃうみたいな、うん、仲いい仲いい、かわいいんだよね、かわいいよね、かわいいんだよ、かわいいよね、かわいい、マジでお父さんのこともよくかわいいかわいい言うじゃんお父さんね、合わせたいかも、合わせたいかも、いわゆるそのだからさ、今さくらちゃんが出入りしてる渦、うんうん、いそうなタイプだよね、まあそうだ ね、うん、普通さ娘ってさ、うん、お父さんキモいみたいな、そうだよ、怖かったりするよ感じじゃん、うん、なんだけどどうでもいいことでまず怒んないお父さん、うんうん、もうそれがまず良くて、うん、教えてくれることがまずマジこの世で大事なことを教えてくれるから、うん、大事なことって何なの、いやまず一番教えてくれるのは、うん、この世で一番かっこいいものは、うん、キースとハリーだって言うのそれお父さんだよね、もちろんね、言って、うんうん、私もそれなみたいな当たり前やみたいな感じのことをマジでずっと喋ってんの、もう私とお父さんは自負してんの、俺らは分かってる、うん、まあ、ちょっとナルシ入ってるけど、いやいやいいんだよ、でもそこすらかっこいいでしょ、お父さんね、51、あれよ、69年生まれだからさ、ゲットヤーっていうライブがあったけど、うん、それとは69年なのよ、俺はゲットヤーの年に生まれたんやっていう、もう俺は違う的なさ、うん、感じなの、わかるけど、わかるよみたいなで、なんかすっごい喜んでくれるの、ライブの動画とか送ると、うんうん、もうなんか本心で、なんかいや、すげえわみたいな感じのこと言うから、いやマジ親には恵まれてるっすねいい子になった、うっとく親にこのいい子アピールみたいな人を愛すると、うん、その分愛返ってくるんだって、あ、何もうこんなさ、お父さんとお母さん教えてくれたの、なんかね、これは最近知り合いがね教えてくれたんだけど、うん、あなたが人に愛されるのは、うん、あなたが人を愛してるからだよって言われて、もう泣いたみたいな感じ最近何なの、なんか何いい恋してんの最近、いやーマジなんか、恋話しようぜ今すぐ、恋話しようなんかね、うん、大切すぎるの、好きなんだけど、うんうん、好きを超えてきてるみたいな、あーもう大切なんだね、超えてきてんなみたいな、これ本当はね、もう大声でみんなに自慢さ、うん、したいこといっぱいあるんだけどね、聞いてみたいな、なんか今までの彼氏だってさ、うん、音楽関連はゼロだから、だからこれ音楽込みで、うん、私のことをもう大切に思ってくれる人は絶対現れんやろなみたいな思ってたの、おーおーおー、上京してからさ、おーおーおー、でもやっぱりさっきも言ったけど、この中学とかの頃に共感できなかったから、同じ音楽を、うん、同世代と、うんね、同世代と共感したかったの、ずっと運命や、運命なんですよ、いつ出てきたの、18の時、ドリポップスっていうね、スライダーズって2000年に解散してて、私が生まれた年に解散してて、うんうん、で、ボーカルハリー、ギターランマル、うん、ドラムズズ、うん、ベースジェームス、うん、4人なんだけど、うん、プロントの2人だけこの18年間全く同じステージ一回も立たなかったの、うん、そしたら18の時にさ、いきなりさ、うん、この2人が再結成してツアーやりますってなっちゃったの、うん、全部行ってやろうって思ったんだけど、うん、交通費がさ、やっぱもう福井からだと結構高くついちゃって、うんうんうん、もうちょっと頑張って東京出て、そっから全部追っかけしてやろっかなみたいな、うん、そんな動機で急に決めたからさ、うん、親とかもえみたいな、うんうんうん、東京一人で行くのみたいな、うんうん、で追っかけするみたいなあ、追っかけするために出てきてんだ、そう、上青森、下沖縄まで行って、行った、いやでも出待ちしてたそれ店長も見てるんですよね、ええ、マジ？あ、見た、あ、マジで、私フジロック行ったもん、で最前にいましたよ、私一番後ろの木のベンチのとこです、寝てた、嘘だろおい寝んなよおい、いや私今部屋にね、うん、スライダーズのでっかい、もうほんともうこんな貼ってあんの、うん、で朝起きんじゃん、うん、で4人が見てるから、うん、なんかおはようみたいないいね、いいね、幸せそうでね、そうそう、
なんか上京してきてさ、もうなんか、ほんとこれ自分の中でもすげえって思うんだけど、私適当に家決めたんだけど、近くにウズっていうライブハウスがあるっていうことに気がついて、うん、スライダーズのホームであり、藤尾ちゃんも来てたり、ゲドだったり、もうジギーだったりみたいな、で、全くギター弾けなかったんだけど、セッションの日に行ったのよ。だからもうちょこちょこ顔出してて、ギター担いで一曲も弾けないのに乗り込んじゃってさ、そりゃみんなさ、弾きなよみたいな、セッションなんだから弾いちゃえよみたいな、デビューデビューみたいなこと言うからやろうみたいな思って、もう超適当だけど、なんかストーンズ曲を やったんだよね。でそれからの音楽人生は、そう、これこうみんなに広めたいんだが、ズズさん今バンドやっててさ、ロボの石っていうバンドやってて、それを私吉祥寺のブラック&ブルーに見に行ったのよ、一人で。そしたらなんかズズさんやっぱ気さくだからすごい話してくれて、今度ウズでもやるからなんかおいでよみたいな感じ言われて、行きます行きますみたいな言って、何回かライブハウスで会うことが増えてさ、じゃあさくらちゃん、あのギター始めたんだし、俺のバースデーライブの時にライブしちゃえよみたいな、てか一緒にやろうぜ的な感じのことを言ってくれて、ウズで、ズズさん、しかもジェームさんが入ってくれてのセッションが人生初のライブなの。スライダーズが好きで上京してきてさ、人生の天気よね、てかもうピークよ、ピークピーク、うん、渦の近くに住んだっていうのがまずすごいことだね。ね、これはもうディスティニーやね。いやもう運命ですよ、運命運命、本当にチャンスをくれるの、すごくズーさんとか、憧れの人がチャンスをくれるから、なんかね、その時本当ギター始めたばっかだったから、逆に何も怖いものなくて、じゃあやりますみたいな感じですぐ返事できたけど、1年とか微妙な頃だったら、いや私なんか無理ですみたいになってもおかしくなかったから、いやタイミングがね全部あったんだなみたいな思う。いやロボの石すごいバンドだからね、一番さライブで気持ちいいのが、私だからこう喋らずにいると こう、まあこういう服着てて、やっぱ台湾の人たちがなんか可愛い弾き語りをするのかなみたいな感じの反応なんだよ、みんな可愛い人が、あなんかこういう感じのねみたいな、全然期待してなかったことを、可愛い感じねみたいな、でリハでこうテレキャスを担いでアイフェクターなしで直につないでダーンみたいな、バーンみたいなやった時の、この周りのおっさんだとか台場の人たちの反応がマジで面白くて、それがねマジで一番の快感なの。スリーコロしかできないんでみたいな感じのこと、あーいいなー、いいなこれでマジで楽しいのよ、それがもうスリーコロしかできないんで、いやマジで楽しいのそれが。いいですね。最初にだからズーさんとやれたのがでかくて、もう緊張することがないのよライブで。そうね、もうあと怖いもん、そんなないもんね。一番のところを、あそうだ、ね、超えたから、もうね、緊張することなくて、まあ、誰かと一緒にやるときはちょっと緊張する、ゆうぞうさんとライブ出るってなると、やっぱ間違えたらな、やばいなみたいな思いつつちょっとやるけど、まあ、ライブ始まっちゃっても関係ないけどさ、ね、あそう相手に悪いってことね。そう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 、なんかやっぱ曲の感じあるじゃん、崩したくなくて、でもそこまでの技術がねえから、いやまあまあまあ楽しいんだけどね、ライブ始まっちゃえば、そうかっこいい、楽しいよ、スリーコードしか弾けないですけどって、そうめっちゃかっこいい、ね、弾けないんですけどみたいな、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいな。楽しいよそれが。望み通りなでもできる、素敵な夢いつでも見れる、ずれちまった Out of time And あと俺 Wasting my time Baby noがいない夜、かけごとなら無理
なれる。安さがばでいつでも酔える。形だけのロンリープレイ、一人芝居ロンリーでペイパーのあんたがいない夜。Oh yeah, yeah, party. Oh, いらにゃ。あんたが肝心要。
ックを握れよ。こいつがあれば十分さ。を握れよ。こいつがあれば十分さ。ありがとう。難しいことできないんで、全部スリーコードでやります。生かしたこの車、誰よりもエンジンぶん回すぜ。気づけオンロードセレンス、赤いこの枯れたボディが松鶴の線を奪い取るぜ。オンロードセレンス、ぶっ飛ばせぶっ飛ばせ、こいつがあれば十分さ。もっとスピード上げてくれ、アクセル踏めば周りの奴らは誰も誰も叶わないのさ。私のこの車、ガウガウエンジン吠えまくるぜ。ゲットゲオンロードセレンス、ぶっ飛ばせ、こいつがあれば十分さ。もっとスピード上げてくれ、アクセル踏めば周りの奴らは誰も誰も叶わないのさ。私のこの車、ガウガウエンジン吠えまくるぜ。Get on the air, all roads set in set. Get on the air, all roads set in set.ありがとう。誰もがモノマネ、この歌だってモノパクリ。おい誰かがバカやらなければ、このままたらの張り抜けさ。ロックアンロールを信じる、そいつが君にできるのか。 Oh no、 どうなってんだ、どうなってんだ、どうすればいいの。ロックンロールはここにある。
らいこと言ってられないし、周りのやつはうるせえし、黙ってろなんて言葉はあいつの耳には届かねえ。ロックアンロールを信じる、そいつが君にできるのか。 Oh no、 どうなってんだ、どうなってんだ、どうすればいいの。ロックアンロールはここにある。ありがとう。